桜が咲き始めた周南市で狛犬をランドマークに地域歩きです。恒例になった狛犬ウォークが3月31日開催されました。この日は天気も良く絶好のウォーク日和となりました。狛犬ウォークは狛犬をランドマークにして街歩きを楽しんでもらおうと、県内の狛犬を調査研究している山口狛犬学会が年2回開催しています。ナビゲーターは CCS の番組駒散歩でもおなじみの藤井克弘さんです。この目の鋭さとかですね、こういうのはね、コースは福川駅をスタートして辰尾神社、小畑の高知神社、高野上神社などの6カ所の神社と見どころを巡るおよそ10キロのコースです。この日は周南市を中心に防府市や山口市などから30人が参加、常連の方から今回初めての方など様々です。小畑にある高知神社の狛犬は通常お金を出して奉納しますが、こちらはちょっと変わった形で奉納したそうです。私の答えでした。この狛犬さん珍しいのはね、台座見てもらうと、台座にね、人の名前とね、ごめん1票とか2票とか書いちゃうんですよ。で、多分この小畑という小さな集落の皆さんが、お金じゃなくて米という形で、米によってこの狛犬さんを寄進して、これ多分ね、大阪の狛犬だろうと思います。大阪で作った狛犬を、呼ばれたと思われます。今日は参加したの何回目でしょう？初めてなんですけど。どうですか、参加してみて？いや、よく歩きますね。でもなんか狛犬さんがいろいろな顔してて楽しかった。自然にこう触れ合えるんですごく気持ちいいですね、またいろいろこう狛犬の知識というか、そういった形が、いろいろ勉強になるので、やっぱり私が生まれ育ったところのすぐ近くにある狛犬さん、あの笑顔の狛犬さんをぜひ皆さん見ていただきたかったですね。あの山口のこの狛犬の熱が、あの県内外にこう広がることをね、あの記念します。次回の狛犬ウォークは秋に予定しています。今回は周南市での開催でしたが、毎回県内のさまざまな場所で狛犬ウォークは開催されています。そして参加した人のほとんどが次回も参加するほどの人気になっているそうです。今回も初めての方が10名近くいたそうで、狛犬の輪がどんどん広がっていますね。次回の開催場所は未定ですが、情報が入り次第またお伝えできればと思います。